こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です、えー、ホリデーシーズンはね、発送遅延と梱包の雑さのおかけて返品が増えますと、ねえー。あらかじめそれを念頭に入れて、まあ、数を稼ぐ商品もね、一緒に入れておくというのをお勧めしてるわけなんですけど、ちょっと一つ書き足れなかったことだってね、配送品質も落ちます。えー、まずね、f b a 倉庫の人員が足りないんで、何万人っていう一時雇いのバイトも入れると。 で配送も追いつかないんでね、えー、やはり、まあ、おそらく何万人でしょうね、えー、臨時雇いの配達員を増やす、まあ、これをアマゾンが雇ってるのか、アマゾンが依頼した、ねえー、運送会社が雇ってるのか分かりませんけど、まあ、とりあえずどういう人がね、配達してくれてるのか、寝がクく、これがホリデーシーズンだけ、人手不足だからね、えー、配達してる人で、普段はもうちょっとマシな人が配達してると。 思いたいんですけどもしかしたらね、普段だんも、まあ、こんな人が配達してるかもしれないと。で、まあね、えー、そんな人はいないと思うんですけど食事しながらこのね、私のサポート動画をチェックしてる人は、えー、食事が終わった後に見た方がいいです。ということでうっすらとね、えー、気づくというか英語がわかる人はもうすでにわかってると思うんですけどデリバーズ・プーね、えー、配達人のうんこと。 これね、えー、このこのお宅の持ち主がアマゾンのね、えー、荷物が届いててドライブウェイにねうんちが置いてあったと全くどこの犬の飼い主だと思って、えー、チェックしたらね映ってたのはこのアマゾンの荷物を配達した人の車でドアが開いてますけどここに人がいますで用を済まして、えー、そのまま立ち去ったと。ねえー <laughs> まあ、監視カメラがついてる家は多いんでね、えー、こんなこと想像つきそうなもんだと思うんですけど、まあえー、考えるとか想像するっていう発想が、そういう,そう,いう習慣がないんでしょうね。えー、<laughs> この防犯カメラがついてるほど綺麗なね、これ、サクラメントって書いてありますから、まあ割といいとこですよね、で綺麗なとこですよね。 でそこでね、えー、ノグスをして配達して、ノぐそをして立ち去ると、まあ、野ぐそをして立ち去っちゃう人が配達してるわけですから、まあ、ノぐそはするけどね、えー、荷物は丁寧に扱うとか、まあ、この荷物をね、こういうふうに扱ったら中がどうなるかをね、えー、判断はしてるけど、野ぐそはしますって人は、あんまりいないと思うんでね。 野ぐそするぐらいの何かよく分かんないねえ何考えてるのか分かんない人が発送してる発送っていうか配達してるというのがまあ残念ながら少なくともホリデーシーズンのねアマゾンのデリバリーの実態とで正直ねこのサクラメントっていうのはわりかしまあえアメリカの中でもね 西海岸、ナパバレーとかの近くでね、わ、ま、り、あ、かしいいところなんで、まあ、もっとすごい地域は、もっとすごい人たちが、もっとすごい配達をしてるんだろうなというのを考えるとね、まあ、むしろホリデーシーズン、えー、返品が増えるのは当たり前、ねうんまあ、ホリデーシーズンに壊れるものとか、なくなるものを売るのは自殺行為だねというのをね、やっぱ改めて実感しました。すごい あのこ,のこの画像、これ動画じゃないですからね、これ、動画を画面キャプチャーしたやつなの動画じゃないですけど、動画見てもそんなね細かく分かるわけじゃないですけど、しかし驚きますよね、ここまでやるかと、普通、ついてますよ、普通のアメリカの家には防犯カメラぐらいね、大抵ついてるんで、それぐらい分かるだろうと、でも分かんないですね。 でこれね19ドル99って書いてありますけど、これあの車がねレンタカーで安く買えるレンタカーで配達してるんで、一時雇いの人なんかもしれませんけど、でしかもこの人、女の人ですね、まあ、うん、すごいですよね、まあちょっと走りゃ公園でもねファーストフードの店でもコーヒーショップでもあるのに、この野グスをして立ち去っちゃうっていうね、しかもそのままと、せめて持って帰るよって感じなんですけど。 まあ、あれですよね、えーまあ、コメントのしようもないですけど、まあね、私がこの話しているホリディーシーズンは発送チェーンと梱包の雑さのおかげで返品が増えますということにね、ちょっと一文、えー、配送人の品質も落ちると、ね、返品が増えるのは当たり前だぐらいの、ね、ニュアンスを感じ取っていただいて、私がオーバーに言ってるわけじゃないと、うん、なるほど、これは本当に注意が必要だねというね、 うふうに考えていいただければと思います、ね、間もなく始まるオーストラリアアマゾンは、まあ、せめて、せめてもうちょいマシな、ね、配達人が配達してくれるといいなというふうに思います。アメリカはかなりやばい状況になっています。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。